感謝祭へご来場誠にありがとうございます。さあこの後はお待たせいたしました、山形愛の武将隊さんがステージに登場します。お呼びする前にプロフィールご紹介させていただきますね。皆様ご存知、山形愛の武将隊さんがステージに登場します。圧巻のパフォーマンスを大披露させていただきます。そしてなんとステージ終了後は会場を練り歩きさせていただきますので、一緒に記念写真お撮りください。それでは大変お待たせいたしました、山形愛の武将隊の登場です。皆様大きな拍手お願いします。愛の武将隊であるなれば、早速本日出陣の者威勢よく名乗りを上げてまいろう。おお、上杉の豪の者水原日立之助近乗りにございまする。拍手。そして上杉家筆頭家老宇前米沢城主直江山城の神兼継にござりまする。よ、有名人やめなればこたびの催し、我ら一同大いに盛り上げてまいろう。おさて旦那、おわしらこの催し
第18回山南自動車感謝祭&山南マルシェ、初めてお声掛けいただき、出陣つかまつり申した、まずもってわしらにお声掛けいただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。そしてのう、見よこの会場の盛り上がれ。みなみな、車は買ったか。いや、まだ買ってないだろ。まだ買ってない。これから検討中じゃ。あ、さようか。わしらがの控えの間に入るときに、絶賛商談中じゃ。あ、さようであったか。いやいや、しかしの、この客人の集まり、そして盛り上がりを、どれだけこの地域の方々に、この山南自動車様が愛されておるかっちゅうのがわし、よう分かった。いや、まさにその通りじゃな。国の成り立つは民の成り立つを思ってすとは思うすが、民が喜び、そして共に集えばこそ、この産業もまた山形の誉れとなりうるということじゃ。そして水原殿よ、わし何よりもこう思うとったんじゃがな。何じゃ。見よ、会場全体から漂う良い香り。そうじゃな。ああ、これはわしらの奥の方から歩いてくると煙が立っておった、うまそうな匂いがいたしておる。あちらかな、こちらかな、この限られたエリアの中で、所狭しと出店が並んでおる、これはいわば祭りだよ。そうじゃな。まあ祭りでの、やっぱりわしみんなに聞きたいのは、もう美味しいもの食べたっていう人手挙げて。はい。あ、いや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 、いいな、羨ましい限りじゃ。ちびっ子たちものをいっぱい手挙げてくれた。何食べたか聞いてみたいんじゃけど。あ、お主、今の両手で手挙げてくれた。お主何食った？大きい声で。フライドポテト、おじちゃんも食べたい。おじちゃんって言うの？おじちゃんって。他にも食べたものあるかもしれない。ちょっと聞いてみようかな。聞いてみよう、聞いてみよう。おい、じゃあの最前列で今まさに食べてそうなお主、何を食うた？炙りポテト。あ、あれだ、ポテトって言うの？芋好きじゃな、みんな。わしも大好きじゃよ。じゃあね、他にもの、入り口の方ではの、これはレインボージュースなるものも置いてあって、さまざまな種類の食べ物、飲み物、美味しいもの、さまざま、本当にこの祭りが大盛況じゃな。さようだ、感じるところじゃ。しかしよ、旦那、なんじゃ、わしらはやはり観光 PR がお役目じゃて。あ、そうじゃよ。もうみんな知っとるかもしれんけど、また知らない魅力をわしが伝えたいということで、ここ山南自動車様、南陽市にある自動車屋さんということで、南陽市の魅力を伝えてまいりたいと思う。やっぱりの、わしがこの南陽市で最も魅力的だと思うもの、それはの、ここからもほど近い場所にある1200年の歴史を誇る熊野大社。行ったことある人？縁結びの神社でも有名だな。わしいっぱい行っとるのに全然結ばれるのはなんでなんじゃろうな。いやいやいや、それはお主の徳のなさじゃよ。はっはっはっ、乾いた笑い起きとるよ。熊野大社といえばの、日本三大熊野、そうよ、日本三大熊野有名なんじゃってな、ここ縁結びの神社としても有名での、実は何匹か獣が隠れておるんじゃろ。さよ、3羽のウサギっちゅうものがあって、社殿の方に見事な彫刻があるんじゃけども、その彫刻の中にウサギさんが隠されておるんじゃ、でそのウサギさん、3羽見つけた人は願い事が叶うよっちゅう言い伝えがあるんじゃよ。そしたらお主はあれじゃ、まだ3羽見つけてないだけじゃん。もちろん2羽までしか見つけておらん。あれはの、心の綺麗な人しか見つけられなんだ。じゃあ絶対無理じゃん。ゆえにの、今日会場の客人方々必ず見つけられるから、ぜひ山南自動車様で自動車を買って熊野大社に行ってほしいじゃ。わしはハードルが1個上がったな。まあ手軽に買えるってことで、なで今回はのこの自動車のお祭りということで、わしからちょっと小話をさせていただこうと思っておる。食べながらでも結構、じゃあ耳を傾けてくれ。この山形沖玉南陽のあたりは今から約1000年ほど前、ある一次産業で有名だった場所じゃ。実はそれはの馬じゃ。馬の飼育で非常に有名だった。古くから鎌倉時代からじゃな、このあたりは良い馬が取れるということでの、一大産地だったわけじゃ。でわしらの水原殿、戦国時代馬っていうのはどういうものかの。わしらにとって車であった。さよ、当時の馬というのはわしらにとっては戦車や戦用の戦闘機とまさに同じ、そして常に乗るもの、まさに車と同じじゃ。いい馬というものは高い、そしてダバと言われるものは手頃になっておる。だからこの見分け方が難しくての、今日はせっかくじゃから共通点を見つけていきたいと思っておるわけじゃ。千原殿、いい
馬の選び方、買い方は何じゃと思う？いい馬の選び方、買い方。うん。ああ、やはりの、なんじゃろうな、わしも現代によみがえってかなり経ってるからな。うん。やっぱ今の感覚で申せば、やはりタイヤが良いとか、馬力があるとか、そういうことじゃん。そういうことじゃん。いい馬の買い方でタイヤと馬力が出てきたの、お主。あとは保険じゃな。いや、保険じゃな。うん。俺、セールスマンみたいになってたの。だから、いい馬の選び方っていうのはな、まず一つ目に、産地、うん、今車でいうところのメーカーじゃな、うん、どこのメーカーが良いかっていうところ、そして次はのその馬の毛並み、つまり艶、状態の美しさ、これも車と同じじゃ。さらには馬の鳴き声、これ稲鳴きじゃない、エンジン音と全く同じでの、かけてみると分かることじゃ。さらに申せば馬のの馬主、いい馬主は馬をよく育てる、故に馬が大事にされておる。ここのまた自動車屋もの馬をたくさん持っておるそうなんじゃが、うん、ぜひのそういったところ当時の馬と同じようなもんじゃと思うて車をめでていただきたい。戦国時代のわしらそう思うわけじゃん。そうじゃな、確かにの現代の者たち車がなければ生活できないというくらい便利なものじゃ、うん、せっかくじゃからのやはりこういった催しを通して車の魅力を感じていただき、そしてわしらが紹介した観光 PR で紹介した土地にいい車に乗って旅をすれば旅の楽しさ倍増でござるな。うん、そうだよ。皆々のお越しをお待ちいたしております。さて杉原殿、うん、ここでの多くの客人とまた再会を記念いたして侍の儀式勝ち時を挙げてまいろうと思うておる。勝ち時挙げりに際してはここの代表の方をお呼びしようと思うがいかがじゃ。それはよいお考えではないか、うん、ならば佐藤殿こちらへお越しくだされ。皆拍手でお招きくだされ。ありがとうさんじゃ。おう、マイクを持っておいで。さて佐藤殿、この度はお招き誠にありがとうさんじゃ。こちらこそありがとうございます。この侍の儀式勝ち時にはの様々な意味がござるが、何よりも記念いたして皆の無事を願うというものが大事じゃ。佐藤殿にとっての皆に願いたいものがあればぜひ勝ち時の前にお聞かせ願いたい。ええ、今日ここにお越しの皆様、大変ありがとうございます。3年ぶりの感謝祭ということで、私たちも期待して、このようなイベントを開催しております。ぜひ楽しんでいっていただければなというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうさんじゃ。さて、なればこれより勝ち時じゃ。こたびの勝ち時の差配は佐藤殿にお願いいたす。杉原殿、相場の指南をお願いいたす。なればこれより佐藤殿が殿えいえいと申される。皆は拳を突き上げ、おうおうとおう2回でお答えくだされ。しかしの感染症はまだまだ油断ならぬ時代へ、客席の皆は声を出さずに拳で心の声でとやってくだされよろしいかな。うん、一度練習してみよう。わしがえいえいっつったらみんなでじゃよいな。えい。あ、なんか声が漏れてる。聞こえた。ちょっと漏れたな。これは心の勢いが漏れたのじゃ。そうじゃ、そうじゃ。なれば佐藤殿、よろしくお頼み申す。うん、いきます。えい。おお、おお。3回繰り返すんじゃな、これを。はい、いい練習になり申したな。練習で。ああ、今リハーサルじゃな。わしが整え申す。うん、会場方々拳を見せれ。力強く参ろうぞ。なれば佐藤殿、お願いいたす。いぞ。えい。おお、おお。えい。おお、おお。えい。おお、おお。おのおのた拳を収め。おお。佐藤殿、ありがとうございました。ありがとうござった。皆の素晴らしい勝ち時、我らに存分に届き申した。なれば最後に山形愛の武将隊演舞をご披露いたす。共に楽しんでまいろう。手拍子をお願いいたす。ほれほれほれ、一回おいしいもの置いてナプキンの上に。さあ楽しんでまいろう。演舞天来。
ありがとうございました。ありがとうございました。さあ旦那、お最後にわしの方からみんなに PR させていただきたいことがあります。我ら山形愛の武将隊、テレビやラジオでも活躍しておる。ラジオの方は慶長デワラジオナズ、そしてテレビは拝見デワテレビナズ、放送局はのケーブルテレビ局 NCV というところで放送しておる。みなみな、ぜひわしらのこの、ステージ以外での活躍の方も楽しんでいただきとうございますので、よろしいかな。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは我らはこの後少しは大い楽しみ、この会場にておもてなし写真撮影対応させていただく。なればまたお会いいたそう。お度はこれにてごめん。さらばじゃ、さらばじゃ。ありがとうさんじゃった。お承知なーし。